井上久は、島根県出身の文部官僚。1930年代の国語読本である、小学国語読本の編集の中心となった。県立松江中学校、第一高等学校、東京帝国大学文科大学国文学科を卒業した。1921年、鹿児島県の第七高等学校造主幹教授の時、大学の先輩である、高木一之助に誘われ、文部省図書監修官となる。以後20年にわたって、国定教科書の編集に関わる。1925年から教科書研究のため1年間欧米に留学する。1931年から小学国語読本の編纂に着手する。従来巻1の冒頭に単語から教えていたが、井上は、咲いた桜が咲いたに象徴されるように文から習うように改めた。また、源氏物語、東海道中膝栗毛などを教材に取り入れるなど、文学教育の要素を強くした。この読本は1933年から実施された。1941年の国民学校への移行に、際して、読み方、初等科国語を、石森信夫らと編集する。朝日読本は、軍部からの圧力に屈せず、児童中心主義を守り通した。1944年、図書局廃止に抗議して辞職。1946年から1947年まで、衆議院議員を務め、日本国憲法などの審議に参加する。その際、26条2項の正文中、チルドレンの訳語に、子女を提言したのは、井上である。1951年から1956年まで東京文科大学、1958年から死去まで共立薬科大学の教授を務める。当時の商科の教科書は国語読本と密接な関係にあったので、井上は文部省商科の作詞も手掛けた。ありがとうございます。